天竺大は、鈴木木鈴木亜木天竺大科に属する魚類。関西、岡山、広島県のビンゴ地方では、ネブトと呼ばれ、他に、石餅、メンパチなどがある。日本など、太平洋北西部を中心に分布する。分布域は広く北海道噴火湾以南から、台湾、中国、フィリピンなどに分布が広がる。この種は、 内湾から水深100メートル付近の砂底底に生息し、あまり浅いところや岩礁域、漁港などではあまり見られない。大きな大群で沖合を回遊しながら生息していると思われる。そのため、一般の人が目にする機会が少ない種であるが、意外なことに、東京湾内は本種が生息している。船釣りで下道として釣れることも少ない。本家で有名な念仏台とは、 最小的である。最大体長は10センチメートルほどで小型魚類である。体色は単行色で、体側に暗色の細い横帯が10本近くある。背びれげの上縁部が暗色。同類の念仏台と比べ色合いが地味で目立ちにくく、意外と数も多く捕獲されているが知らない人も多い。比較的沖きの深いところを好むため目にすることが少ない。そのためか、 生きている姿も普段見ることもない。本種は夜行性である。新魚が受精卵を孵化するまで口に加えて保護する、いわゆるマウスブルーダーを行う。卵の保護はオスが行うと推測されている。日本においては底引き網によって漁獲され、的石餅などと共に食用とされる。関西や瀬戸内海沿岸では唐揚げ、南蛮漬け、天ぷら、愛媛県では ジャコテンなどで食べられる。スピーシーズ、アポゴンリニータステミックシュレーゲル、1842バーティコルストライプとカーデナルフィッシュ展示クの、呼び名、方言天竺大骨まで美味しい天竺大ネブと、ありがとうございます。